それは知恵たち家族11年間の物語。悪性ごめん。僕の愛する女性はがん患者となった。産むことにした。ハナ、その前にちょって。ね、いい？ハナ、お味噌汁は作れるようになっときいね。それさえできりゃなんとか生きていけるけん。僕がちゃんと食べる、ちゃんと作る。結婚します、したいです。こんだけ全身に転移しとっとに、花の言葉考えるだけで平気になるとやけん。ママは花とずっと一緒におる。これは私たちをつなぐ美味しくてあったかい記憶。しっかり覚えててね。花ちゃんの味噌汁。